ソウルキャリバー432回目、今回はラスボスアルゴルを使っていこうということで、アルゴルどうなのかな、なんか敵として戦ってる時は相当トリッキーなやつなので、使うとなると使いづらそうな気もするんだけど。アルゴル後ろ向いてる、 2P カラーは分かんないよ、後ろ向いてるから赤髪になる。はい、これでいきましょう。見るがいい何ちゅう見た目してんだよこいつ。アルゴルのストーリーって何？英語とも思える時を超えて蘇った英雄王アルゴル。霊剣と邪剣が巻き起こした凄まじい力の本流の最中、彼はその力を部分的に奪い取ることに成功する。さらに現実世界へと具現化することを望んだアルゴルは試行錯誤の末、ついにその糸口をつかんだ。オストレンスブルクの地に突如として巨大な塔が出現する。アルゴルの記憶の底に眠る栄光の塔が強大な力をもとに追憶の塔として再構築されたのだ。太古の空気に守られたその場所でならば、彼は実体として現世界に存在することができた。しかし不完全だった。視点そのものであるアルゴルは姿形を維持するだけでも膨大な力を消耗し、いずれ奪い取った力が尽きたならば、塔も肉体も蜃気楼のごとく消え去ってしまうに違いない。力が必要だった。オリシも霊剣と邪剣が再び相対しようとしている。双極の剣を我が手に。アルゴルは直感的にそう望んだ。その意志は霊剣そして邪剣との間に激しい共鳴を引き起こし、その持ち主たちを呼び寄せる。来るがいい、我が元へ、そして我が前に力を示せ。強固な思念によって霊剣と邪剣を模した武具を具現化し、斧が力と化したアルゴル。たぎるような闘争心を胸に、彼は追憶の塔へとやってくる強者たちを待ち受けるってことみたいよくわからんけど、自分が存在するために力が必要なんだね。あれ、追憶の塔っていうものだったんだ。いつもね、でっかい塔がドーン出てきてたけど、待ち受けるってことは、いつものあのおなじみの場所にいろんなキャラクターがやってくんのかな。まあ、いつもとやっぱちょっと感じは違うよね。群がるもの、おお、キリクロックタキ、どんな組み合わせだよあれ、アルゴルのスキルがいつもと違うじゃん。根性ねえじゃん、根性。ソウルリフレクト、インパクトエッジ、ソウルゲージダメージ B。 ん？ソウルリフレクトってなんだ。でも回復だな。ソウルゲージ回復か。インパクトエッジ、インパクトエッジって何あれ、なんかスキルが思ってたんと違うな。とりあえずやってみよう。あー、このステージなんだ。いつも最後の戦うここで始まる。キリクが到着したのか、ここまで。さあ、アルゴルどんな感じかな。おお、わからん。なんか不思議な動き。あ、これでロックマン出せるんだ。これだ。あと、リングアウト防止ついてないね。あ、でもなんか不思議な感覚。使いやすいような気はするけど、あの武器が見えないじゃないですか、持ってる武器が。なんかそれがね、ちょっとよくわからないです今のところ。ああ、いつも見るこの技ってこうやってやるんだっていう。ソウルリフレクト、ロックマン、こうやって出してたんだなんかなるほどなって思っちゃう。へえ、あ、でもなんか面白いな。毎回ではない、ほぼラスボスとして戦ってきたアルゴルをこうして使えるっていう。おー、なるほどね。使いづらくはないな今のところ。なんかそこそこリンチもあるし、いや、キーリーチあるし、速さもいいし、うん。ただまあ、ずっと一人で戦うんだろうなって気はするよ。仲間は出てこないだろう。倒した3人。なるほど、不思議なキャラ出さしてるよな。青騎士、ナイトメアがやってくるか、次は。うわー、いっぱいいるね。ナイトメア、ティラちゃん。ティラちゃんのしもべと、あとよくわからんやつ。あー、
4人抜きか。あ、一回降りた塔の下に。恐れよ、これが真の闇だ。ああ、あれから進戦、今こそ我が物としてくれ。ソルエッジ、これいいね。この遠距離武器、あっと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 、ずっと飛んでんのがシュールだな。ソウルリフレクト、ソウルリフレクトがなんだかよく分かってないけど、いいはず。いいおもちゃ見つけちゃったな。これさ、キャラクリでもさ、アルゴールのスタイルのキャラクターで作れんのかね。こんなよく分からん動きの。うわ、たた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 、やばい、キラちゃんが本気だ。よいしょよいしょ、ここよっしゃ、2人目。なんか攻撃力もそこそこ高い気がするんだよな。ロックマン、ほらピョーンって上に一回跳ねるな。あれ、さっき、あれ、あ、ただ打つ場所によってもしかして軌道が変わる、ロックマンって。なんかそんな気がするな。よいしょ、ん、あ、なるほど、あ、分かった分かった分かった、コマンド入力が違ったんだ。あ、ここ、よし、なんだよ。あと1人、いや、いきなり、やべ、変態のおっさんみたいなのが出てきた。変態のおっさん、よしよいしょ、よいしょ、ロックマン。あ、あれ跳ね返るんだ、跳ね返ってきてる。敵としてやられたら相当嫌だね。そうだな、考えたら室内でアルゴールって初めてだから、初めて知ったわ、跳ね返ってくる。あった、やべ、抜かされちゃう。あ、なんか貧弱な装備になってる。へえ、なんか装備がないと普通のおっさんだね、アルゴル。これで多分さらに下の階に降りていくんじゃないかな、オストラインスブルク。さばきて、あ、アンゴルフィア、なるほど。今の登場良かったね。よいしょ、ソウルリフレクト、うわっ、いいね、うん、このロックバスターは本当に面白い。使ってると敵としてやられると本当嫌な技だけど面白いわ。なんかこれはこれでちゃんとソウルキャリバーとして成立してるような気がしていいな。よいしょ、やべ、やばい、ちょっとギリ、あー、いけたいけた、倒せた。いや、アルゴル強いよ、使える使える、かっこいい、かっこいいポーズとってんな。意外と太ももがセクシーね、アルゴルさん。へえ。使ってみると新たな発見だったり魅力に気づきますね。ザーサラメール、ミツルギもいんの、なんか変な組み合わせだな。ほう、あれ、またここに戻ってきた。そっか、塔から出れないわけか。血は流れる、歩みを止めてなんとする。時などすでに意味を持た、我は英語なり、英語なり、ガチャー、ここだ、やばい、強いぞ、ザサラさんが本気だ。よしよし、なんだよソウルリフレクト、あー、もうクソ、なんだハイパーモード、やばい、ここちょっと大変だな。よいしょ、めっちゃ撃てる、あ、めっちゃ撃てる、めっちゃ撃てる。めっちゃ撃てる。
ずっと使ってればいいとは思ったけど、そんな簡単じゃねえな。そりゃそうだな。よいしょ。ほら、悪いザサラさんにはこれでも、これをくらえ。ザサラ、ザサラ、あやばい、脱がされた、脱がされた。セクシーになっちゃうよ。え、そこにいるのは父上か。息子？あー、ザサラの術だ。あいつまた悪いことすんな。誰だっけ、あのジークの時もさ、ジークのお父さんをなんかこうやって具現化させたりしてたよね。あいた、足踏まれた。息子、このやべ、あー、認めなさい。息子にやられた。クソ、負けちゃった。この後さらに貢ぎいいんだよな。なかなかね、なんか CPU で貢ぎが出てくることって今回少ないような気がするから怖いね。てかその前にまず一人目のザサラがまずい。よいしょ、当たった。あ、いいね、ナイスリングアウト。でそこに息子が来る。おお、マジか。よいしょ、うん、息子すごいな。息子はあれだよね、なんだっけ、タキのエンディングだっけ、ソフィーちゃんのエンディングだった、出てきたよね。あ、ちゃんと説明はないけど、あたたたた、息子がきっとソウルエッジでおかしくなっちゃったんだよな、この数千年前にな。悲しい物語なんだよアルゴルも。お、ミツルギ、ここやばそうだな、相当強そう。くんな、くんな。よしよし、え、痛い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 。お、あ、今インパクト、ん、インパクトなんちゃらしたね。くんな、くんな、くんなよ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 。怖い怖い、これ便利だけどダメだな、こればっか使っちゃうな。よっしゃ、うわ怖え、撃て撃て、あ、撃ち、え、これ撃ち返せんの。今三つ麦さん弾撃ち返してたよ。あ、いや、まあ、もうちょい、あ、がっべ、終われ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 、よっしゃ、へえ、撃ち返せるんだ、知らなかった。まやかしことはあるが、死なれると思うか。太ももがセクシー。おお、もしかして次でラストかな。あれ、ラストって誰になるんだ。ジークか。あ、そうだな、この流れならジークだよな。ナイトメア倒したし、あとはソウルキャリバーをどうにかすればいいっつう話で、ちょっとここムービー見てみましょうか。なんか変化あるかも。うん、俺にはただ一つの敗北も許されない。変化ないか。我が先例の剣を受けてみろ。行くぞ。イケメンオジークフリート、行きましょう。さあ、最後の鍵。その剣こそ我が誓い、我がクオンの記憶よ。違う、この剣は断罪の刃だ。おお、いいね。さあ、頑張るぞラスト。でもまあ簡単ではないわな。ほら、ソウルリフレクトしたぞ。いまだに何なのかよく分かってない。いてえ。来ないで。うお、怖え。よっしゃ、掴んだ。おお、よしよしよし。いやー、まずいな。お、なんだ、いいね。よくわからんまま、ああれか、当たった瞬間に使えばいいのか、スキルを。なんか今発動してたもんな。いや、でもそれ狙うとさ、ああ、しまった。
あーもうちょいだったんだけどな。よし、負けて強くなっていけ。戦いの中で成長している。頑張りましょう、英雄王アルゴル。何の英雄なの。お、いいね、あつかみ、あつかみ、よしよしよし、これが英雄の英雄、英雄ボール。英雄ボールだせえな。英雄ボール、英雄ボール、英雄ボール。いや、また打ち返してた英雄ボールを。そんな、やべえ、落ちる落ちる。よいしょ、いつもアルゴルさんが落ちることなんて絶対ないのに。いや、ロックの時落ちてたか。ロックじゃねえや、アスタロス。よいしょ、いいね、よし、今のバッチリ読んだね。あ、やべやべ、ああ、お、マジか、間違えた。あ、終わるかな。ああ、ちょっと途中ぐちゃぐちゃっとしたけど、何度か倒せた。ピクピクしとる。アルゴロさんがピクピクしてる。さあ、エンディングどうなるか楽しみだな。ついに剣をゲットして実体と勝つのか。悠久の時を超えたこの場所で我は再び一つとなる。英雄王の復活ですよ。望んだものは全て手に入れた。この体も、この力も。だが、過去を振り返ってはならぬ。それは全ての上に立つ者の義務なのだ。おお、復活を果たしたアルゴルが目指す波動、それは朽ちることのない久遠の波となるのだ。頂点を取ったはいいけど、そこにあるのは孤独だけだったということなのかな。アルゴル、カミキリムシと友達になれ。カミキリムシエンドのアルゴルさん、よかったから最後お友達ができて終わるっていう。それかね、ソフィーティアのエンディングとかもよかったよな。そうか、なんかちょっと悲しい終わり方でしたね。息子の件どうにかしてほしかったけど、まあ息子まで復活ってのはさすがに都合が良すぎるのかな。はい、というわけで今回アルゴルルートでございました。あれ、ルート、アルゴルルート、ルートじゃないんだよ。やるげやりすぎ。トゥーハートやりすぎ。じゃあ次回は行く、ダースベイダー。もうだ、もうこれこそソウルキャリバーじゃないよ。いや、まあ毎回ね、他のゲームのゲストキャラがいるのはおなじみだからいいんだけど、ダースベイダーか。俺スターウォーズ知識あんまりないんだよな。いや、これはでも楽しみ。どういうことだよ、ダースベイダー。はい、今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。